Thank you.
フォーグクルセダースっていう、バンドがあって、それが解散した後、各々別々の活動になった中で橋田紀彦さんという方がいらっしゃいます。その人のグループで歌った歌で風という歌です。みんなで一緒に歌っていただきたいと思います。では演奏させていただきます。次の曲はですね、ふるさとということで、昔の尋常小学校の唱歌。3年前の東日本震災でも、ふるさとを失った人が、たくさんいますけれど、そういう人を応援するということで最近多く演奏されていると思います。では、2曲続けていきましょうかね。ふるさとと朧月夜、2曲続けて演奏しますので、皆さんぜひ大きい声で歌ってください。
ふるさととおぼろ月を2曲続けて演奏しました。このほのぼのコーナーで、今度最後の曲になりますが、この曲は憧れの郵便馬車という名前の曲です。もう一回いきます。先ほどもちょっとお話ししましたけど、この SGS 親父バンド丸3年が過ぎました。で、今4年目を走っております。で、3年間無事に来られまして、いろんなところで活動させていただいております。そういう意味でこの公民館または地域の方々、応援してくれた皆さんにですね、感謝を込めて、その感謝の気持ちをですね、このバンドの、専属歌手ジョージ今井が歌いたいと思います。あ、ジョージ今村が歌いたいと思いますので、準備をよろしくお願いいたします。曲目はですね、歌謡曲の中でもバラードの曲で、ありがとう感謝という曲で、多分皆さんもこの曲はよく知ってると思いますので、よろしくお願いします。聴いてください。あまりも一緒と言いますけど、一緒ありました。待ってました。
たというけど寂しい心変わらない酒に飲まれて次は今度映画音楽という曲ところで映画音楽というコーナーに移らせていただきたいと思います。今まで演奏会いろいろやってきましてアンケートなどもいただいててですね、皆さんから非常に多くの要望のあった映画音楽、今回は4曲用意しました。戦後の経済とか生活がどんどん向上してきて、時代とともにいろんな映画が上映されております。その中でのヒットした曲を選んできております。いろんな時代背景の中でその当時自分はどういうことをやってたんだろうなってことを、思い出しながら聴いていただければまたいいんじゃないかと思います。では最初の曲なんですが、グレン・ミナー物語という、古い映画があるんですが、この映画見たことある人ちょっと手を挙げてみてください。はい、3分の1ぐらいですね。まだ皆さん見たことないという人も多いんですけれど、じゃあいずれどっかレンタルショップで借りてですね見ていただけるといいと思うんですが、グレン・ミラー物語のこのグレン・ミラーというのはトロンボーンを弾く人なんですけれど、当時あんまりお金がなくてですね、で本人も売れてなくて仕事もないんで、生活に困った時には自分のトロンボーンを質屋さんに預けてある程度生活してた。でいろいろこう曲を作りながら演奏していったらだん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 、まあ、その曲が売れるようになっていって、でもなかなか大変ということで、彼がですね奥さんに何かプレゼントしたい時にどうしようかなと思った時に、質屋さんに行ってお金を借りて真珠の首飾りを買ってそれで奥さんにあげたそうです。そんな思いを込めながらですね演奏したいと思います。聴いてください。真珠の首飾りです。
の曲の映画曲ですが、ダスティ・ホフマン主演で、もし、曲はサイモンとガーファンクルが作って歌ってます。スカボロフェアという曲です。卒業という映画の曲の中の挿入曲でスカボロフェアです、では演奏したいと思います。ゆっくり聴いてください。次の曲がですね、マイ・フェア・レディの中で歌われている曲で、君住む街でという曲で、日本でもこのマイ・フェア・レディっていうとオードリー・ヘップバーンの映画なんかでもおなじみだと思います。この曲が、昭和39年ということで、昭和39年と言いますとちょうど東京オリンピックのあったあの時代ですね。あれでマイ・フェア・レディなどが、随分ヒットしたという曲です。では、演奏します。聴いてください。マイ・フェア・レディから君住む街でです。
少し過ぎてしまったので急ぎたいと思います。もうこの曲が最後の曲になってしまいます。次の曲が Born to be Wild という曲で、映画で、Easy Rider ですが、当時ピーター・フォンダが出演してオートバイに乗った、曲ですけれど、今日はこれをですね、ロックで演奏したいと思います。これが最後の曲になると思います。どうもありがとうございます。では聴いてください。 Born to be Wild、 野生に行こうよという曲です。予備曲で歌詞カードの方にも載ってましたね。載ってましたら、ぜひ皆さんも一緒に歌っていただきたいと思います。では演奏いたします。ブルーライト横浜です。Thank you.
大変楽しい。じゃあ、最後にですね、今村さんにソロでありがとう感謝を伝えていただいたんですけども、みんなから拍手で最後に参りたい。ここのところ、ここの場所で、定例的に、この時期にやらせていただいております。もう大変感謝しております。今決まっている演奏会いろいろあるんですけれど、日高市関係で言いますと、今年の12月、シルバー学級っていう日高市でいろいろやってるんですが、そこのですね、最終学級ということで12月に図書館、障害学習センターの方で演奏会を行う予定です。その時にはまた新しいレパートリーも増やして皆さんに楽しんでいただきたいと思いますので、もし時間のある方はですね、候補などを見て、こちらの方に来ていただきたいと思います。それとですね、ごめんなさいね、来月5月にこの隣の旭ヶ丘、養老院って言ったらいいのかな、特別会合園で、リモンコンサートも5月の31日にやると、青瓦院ですか、青瓦院の方でやります。まあ、そんな活動を、ずっと続けていきたいと思ってます。10月の文化祭もあるということだそうです。はい、はい、呼んでいただければぜひ。どうも本日はありがとうございました。